にわたる試験を一応完成させたいというのが我々の希望です。レースのことですから勝敗にこだわるということはしたくないわけですけれども、やはり出る以上はやはり勝ちたいと。昭和48年7月19日、富士1000キロレースを10日後に控えて、トヨタチームのテストランが行われていた。今年7回目を迎える1000キロレースに、トヨタチームはエースとも言うべき4台のセリカを出場させる。この中には、トヨタがこのところ開発を続けてきたターボチャージャー付き 1.6 リッターエンジンの2台が含まれて、活躍が大いに期待されている。頑張り屋でテクニシャン高橋、去年のマカオグランプリ優勝の三崎、若いエースの組み合わせも大いに期待される。三崎選手と組んで去年の1000キロレースに優勝した太刀選手、今回は新人の竹下選手と組む。ベテラン久木留選手は同じくベテランの蟹江選手とチームを組む。キャプテンの細谷選手は新人の藤田選手と組む。ドライバーとメカとの間の信頼関係がレースの結果を大きく左右すると言われる。メカはマシンの調子に気を配ると同時にドライバーの調子をも掴んでいないといけない。ドライバーの調子が悪い時はマシンの調子も悪いように感じるものだという。
そのオーバー自体はあんまり変わんないわけですよ。ただね、入り口で精密なマシンは独立した意志を持った生き物だと言われる。同じタイプのエンジンでも生まれついての個性を持っている。机の上や工場の中ではわからないマシンの個性が、こうして実際のコースを走ってみて初めてメカやドライバーに明らかになっていく。その個性を伸ばし、その持っている能力のすべてを引き出すのがメカの仕事であり、ドライバーの腕である。それは自分の子供を大切に育て教育していくのと大変似ている。子供が成長するようにマシンも成長し、レースに出ることによって一人前になる。トヨタ自販綱島工場特殊開発部。係長の林谷さんはもう20年のベテランで、若い頃には自分でもレースに出ていた。ここでは流れ作業の大量生産方式は見られない。メカが自分の手でマシーンを育て上げていく。メカの一人一人がマシンの隅々まで知っていることが大切だ。トヨタ自工東富士第17技術部。ここでもテスト走行でのデータをもとに、いろいろの改良と工夫が積み重ねられていく。こうした積み重ねがフィードバックされて新車に生かされ、向こう会社の開発にも一役買うことになる。メカの一人一人の工夫と創意が気球の場合のドライバーの命を救い、またより安全な車の開発に役立っていく。若いメカたちはお互いにどんどん意見をぶつけ合う。みんな車がレースが好きなのだ。数々のレースに優勝してきた高橋組長。いよいよ決戦の時が近づく。7月28日、好天に恵まれた予選の日である。予選前にクラス別の車検が行われる。さまざまなマシンと人の華やかなファッションショー。 R クラス、グループ7、スポーツカーなどの大排気量マシンに混じって、トヨタのターボセリカの健闘が注目の的である。ローラー、シェブロン、フェアレディなど一流のマシンの勢ぞろいである。日本で初めての試みとして、私たちはキャメラを積んだ車で正式にエントリーした。ドライバーの目で1周6キロのコースを見てみる。
分50秒台の好タイムを出したターボセリカ組はグループ7に5して10位11位の好位置をキープし、太刀竹下細谷藤田組もそれぞれ健闘して60台中21位27位をキープした。そして最後の作戦会議。この時ターボセリカチームのメカは最後の調整にマシンと取り組み夜を明かした。最新の台風情報ではこのまま雨は大丈夫だというふうな予報も入っております。今まで第1回が雨と霧にかかられ、あるいは昨年もやはり10月に行われました時も相当しぶくような雨の中でレースが展開されましたが、今日は各レーサー諸君、今グランドスタンドの前60台のマシンが斜めに一列に並んでおりますが、昨年の覇者太刀美咲両選手の優勝カップ返還。この頃から雨が強く降り始めた。ポールポジションはローラーの高原浅岡組、ルマン挑戦者シグマのダルボ森組、フェアレディの高橋戸平組、サバンナの片山岡本組らの競合も予断を許さない。ポールポジション有利のゼッケン3番赤いローラー T280 の高原、早くも2位86番ザゾースペシャル田島を大きく引き離す。ゼッケン2番のトヨタターボセリカ口止め、同じくゼッケン1番の高橋春樹にも上位グループに進出。 GS クラス62番のトヨタセリカ田島、61番藤田のトヨタセリカも好調に上位グループに食い込む。
周ラップしたところ、トップはゼッケン3番、高原のローラー T280。続いてゼッケン1番、強打ターボテクが高橋ハッチにこれを追い上げ、時止めのターボテクがゼッケン2番が左右をキープした。61番、藤田のセリカ、早くもピットイン。フラグ点検、バッテリー交換をして、また飛び出している。4周、会長のゼッケン1番、ターボセリカ、高橋、早くもトップに踊りです。同じくゼッケン2番の金玉のターボセリカと、ローラの高原、ゼッケン3番が2位争い。GS クラス、61番の佐知選手の乗馬戦が誠に好調で R クラスとして上位に進出する。